第40回宝塚記念は、1999年7月11日に、阪神競馬場で施行された、競馬競争である。前年の有馬記念に続き、グラスワンダーが優勝し、グランプリ連覇を果たした。バレーは一部を除いて、急表記を用いる。春の G1 戦線を締めくくる、グランプリ宝塚記念。例年、この暑い夏の時期は、 休養に入る馬も多く、このレースがフルゲートになることはなく、このレースも例外ではなかった。しかし、前年くらいからは有力馬に限れば回避は少なくなってきていた。これは近代競馬のスピード化や当時活躍馬が多かった外国産馬は天皇賞を含む一部の G1 レースに出走できず、外国サ馬の有力馬にとっての春の中長距離 G1 は、 宝塚記念ただ一つというのも影響していた。この競争で、単勝一番人気に支持されたのは、この年の天皇賞を制し、宝塚記念の後は、外戦門賞への出走を計画していた、東京優春優勝場のスペシャルウィークであった。二番人気は、スペシャルウィークと同年生まれで、怪物と称され3歳チャンピオンに輝きながら、翌年骨折し、 復帰後は4歳ながら、前年の有馬記念に勝った、外国サンバのグラスワンダーであった。レースは、この2頭の争いと見られていた。離れた3番人気は3歳馬の、大隅ブライト。この年から、一般公募による、宝塚記念オリジナルのファンファーレの使用が開始され、早川大会が作曲した曲が選ばれた。勝馬グラスワンダー勝利機種。 マトバヒトシレースはまず、西の大王が鼻に立ち、その後ろに飛行機雲、ステイゴールド、キングヘイロー、そして、人気のスペシャルウィークが続き、その真後ろにグラスワンダーが追走した。その後もレースは、スローペースで進み、向こう正面でもスペシャルウィークが中盤に控え、これをマークする形で真後ろにグラスワンダーが続いた。このたりで一度、 スペシャルウィーク起場の部が、グラスワンダーと起場していた、マトバヒトシを探して、左右を確認する仕草が見られ、この時、関西テレビの競馬中継の実況をしていた、杉本清が、相手は、これと決めた時のマトバヒトシは怖いぞと、実況した。マトバとグラスワンダーは、部とスペシャルウィークを目標と定め、一方のスペシャルウィークとタケからしてみれば、 的場とグラスワンダーに格好の目標とされてしまっていた。第3コーナー手前から早くもスペシャルウィークが進出し、グラスワンダーもそれを見るようにポジションを仕上げていった。そして、スペシャルウィークが第3コーナーで早くも先頭に立ち、最後の直線入り口でスパートをかけるも、スペシャルウィークを目標と定めていた。グラスワンダーが外から万を持たして進出し、 直線半ばであっという間にスペシャルウィークを抜き去り3馬審査をつけて解消。敗れたスペシャルウィークも3着以下に7馬審もの大差をつけた結果となった。スペシャルウィーク陣営はバネが違いすぎるとグラスワンダーに乾杯を認め予定されていた外線門章挑戦は白紙撤回された。その後2等は 再び第44回有馬記念で激突している。ありがとうございます。